はい、のんち TV 始まりました。全国のドラマファンの皆さん、こんばんは。 D のんちザワイズです。よろしくお願いします。今回は、カムカム、違う、ちむどんどんの第53話について話していきましょう。はい、53話、ね、シェフ代行の信子が、オーナーにもこうこのままじゃ失格ダメよみたいな感じのね、回でしたね。うん、信子はニーニーのね、こうアドバイスに従ったら謝らないみたいなね感じで進んでったら、なお一層悪くなっていっているみたいな感じでしたね。そしてね、いろんな人のね、こうアドバイスがね、うん、鶴太郎さんがね、信子にね、こう卵とね、フォークとみたいなね話をねしてね、こうオスかメスとか関係ないだろうみたいなね、いい話をしたんですけれども、なんだかよくわかんないみたいでしたね。辛い。いろいろみんなね言ってあげてんのにね、理解力が低い信子ですね。かわいそう。そして悟がね、今回はこう、こう男と女について語るシーンありましたけど、悟は なんかこう急に変わりましたね、今日で。ね、信子の言ってたことで、あ、そうだそうだってやってあげてたのにね、急に信子それは違うみたいになっちゃったら、あれもうダメですね、これもう。急に男の人の方が体がでかいしとか、もうね、ほんとダメですね。もう急にそっち行くんだみたいな、今までね、何年間も信子を好き勝手やらせてたのに、みたいな感じは私は受けましたけども、皆さんどうでしょうかね。まあね、こう、男だとか女だとかっていう問題をね、やってましたけども、宮沢ひよさんがそれを言ってる横でね、飯豊まりえさんがこう女性の仕事みたいな、こうね、こうさらに取り分けたりなんなりしてるっていうのが、こうツイッター上ではね、話題になってましたね。まああとはね、あれでしたね、山田裕貴さんがさらにこうダサい方向へ行ってる。私の一番嫌いなタイプな、役ですね。山田裕貴さんが嫌いっていうわけではありませんよ。ああいう男大嫌いっていう感じです、私は。もう、何なのっていうね。まあ、またその、家もね、何なのって感じ。もうそういうね、本当にね、バカな親だからバカな息子が育つんだよなみたいなのを感じてしまいましたね。まあ実際は関係ないよね、親がどうだとか。あんまり俺は関係ないと思ってるんですけれども、でもあんなんじゃあんな息子に育っていっちゃうよね。まあ山田裕貴さんとお父さん、ちょっとルックスに捨ててきたところがね、ちょっとこうイラッとするところでしたけどね。どうでしたか皆さんは。似せてきたなと思いましたよね。似せた人探したなと思いませんでしたか。まあそんな感じで、まあなんとなくこれ笑わせようとしてんでしょうね、いろんなとこでね。面白くない人が笑わせようとする感じになんか似てるなって思ってしまう今日この頃ですが、まあ男だとか女だとか、なんかそういう、なんかな、まあね、男なんでね、なんかその辺がよく分かってないところではあるんでしょうけども、まあ生まれたところとかね、皮膚や目の色でね、こうなんかいろいろ判断するっていうのもどうかなと思いますけどね。まあでもそうはいかない歴史がね、積み上がってきてるっていうのは分かりますが、まあとにかくああいうなんか親に押し付けられてる、なんていうんだろうね、こうね、プレッシャーかけられてる人っていうのはね、俺子供の頃
そいつ自身がいけないと思って、そいつ自身が子供の頃からしっかりと違うことは違うと思ってこう進んでこなかったから、ああいう結果になるんですよ、私は思いますよ。はい、まあそんな感じで、本日も楽しみました。はい、明日も楽しみたいと思います。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた、バイ。